ネルギー資料館っていうのがある。ね、そうだね、エネルギー資料館っていうのがあるね。うん、しかもなんか牧場もあったような気がするんだよね、そこの何時だ今。そうそう、仕事の電話はないと思うんだけどさ、これ何、ここなんかちょっと開けてきたね。白樺牧場ってのがあるんだよね、本当にある。なんとか駐車場、あの赤い屋根牧場かな、なんだろう、新木平、違うな、読めない、坂坂平、坂平駐車場、公園、なんか左撮ってるから。おお、なかなか。ここで何？こうみんな見ちゃうから渋滞とかそういうこと？え、駐車場に入るための渋滞。そうだよね。いやすごい、え、それ牧場ね。もしかして。ああ、なんかそんな感じがする。見たいね。なんか道の駅どうでもいいかってなっちゃうねこれ。あ、さすが三脚で お父さん頑張ってるね。スケッチもしてるよ、お母さんが。スケッチしてる。すごい。何、ちょっとその人たちを写真撮りたい。まだ始まったばっかで、日没までに間に合うの。うわ、何？あれが沼？やばい沼。もう、うわ、やばい。だからあそこさ、上登ってけばあれが見えるんだよ。そういうことだ。それであそこで撮影みんな。で、これ下ってくと、あの沼のとこに出ると。あ、それで神社があるんだ。なんか山剥げてんなと思ったら、白樺ってことなんだね。うん、そうなんだね。白樺ってことはやっぱこの辺冷えるんだよ。白樺って寒いところの木だからね。あ、カメラ趣味の人は今こそここに来ないと。まあ沼だって感じだった。沼まであるんだ。ここ、いやでも、あ、書いてあんじゃん、赤城神社って。あ、本当だ、無料駐車場って、まだでっかく書いてある。あ、でも本当観光名所なんだねこれ。すごいいっぱい人いるもん、栄えてるよ。あんな韓国人なんて山奥なのに。じゃあごめんね、話してる。おー、大人気だよこれ。すごいな、すごい。ググッと群馬すげーよ。ねえ、やっぱりみんな狙ってきたね今日。だね、始まってるってんで。俺らと考え一緒だよ、北関東の方がいいんじゃね。帰りが渋滞してる、ね、帰りの方も渋滞するんだろうけど、もう思いっきり観光地じゃん。なんかね、こう道の駅終了のお知らせって感じがしてくる。あの橋だ、すごい綺麗。これは大ヒットなんじゃないですか、赤城神社。素晴らしいよこれ。どうする、この辺でもいい、行っちゃう、止めちゃう。もういいの、しょうがないよ。うん、こっちも空いてる、空いてるとこ入れちゃってさ、うん、左、空いてる、空いてればいいけどさ、空いてなかったら。とりあえず一旦駐車いたします。やっぱさっき見た13度って本当っぽいね。本当っぽいよこれ。だってさ、寒いじゃないもん、冷たいもん。俺18度の見間違いかなと思ったんだけど。すげえな。
でした、ね、もっとしょぼい。あ、そうそうそう、たくさん。俺らさっき本当に裏道だったんだね。待って、撮りたい。頑張れ。何この山、面白いね。今さらで何、何か言った。あ、なんか言ったけど聞こえなかった。おお、観光地だな、立派に。まあ言い過ぎかもしれないけど、山中湖に引きを取らないね。あ、言い過ぎたね。いやでも俺こっちの方が好きかもしれない。ねえ、これ本当道の駅やばいんじゃね。何が回れねえんじゃね。なんか回れない。ねえ、やばいよこれ。うわ、でも埃がすげえ、風強いから。風速1メートルでマイナス1度だから、これ10度切ってるね。怖い。本当だ。なんだろうね、あれ。魔除け、魔除けだよね、明らかに。あ、寒い。ダウンジャケット着ててもいいわこれ。あ、腹減った。何でもいいよ。何でもいいや。とりあえず軽く食ってから動こう。よいしょ。こっちじゃねえ、こっちか。あ、出ますか。はい。なんかすごいな。イワナ食えるよ。イワナ、そう、イワナ食べれるね。あ、どれにしようかな。牛丼とか美味しい。フランクの方。じゃあとりあえずここで昼食。姫の方。ってなわけで、レイクセンター赤城で一行は遅めの昼食を取ることにしました。何？普通の昼食じゃない。